マラマ・バイリュアは、タヒチ・パペーテ出身のサッカー選手。ポジションは FW。名字は、バヒルア、バイルアとも表記される。フランス代表として、ユーロ1992に出場したパスカル・バイリュアは、いとこである。得点した後にカヌーをこぐパフォーマンスをする。17歳の時に、タヒチからフランスに渡り FC ナンとの下部組織に入団。その後、トップチームに昇格し、 2001年5月31日 AS ・サンティティエンヌ戦でリーグ優勝を決める決勝ゴールを記録した。この優勝によって出場した UEFA チャンピオンズリーグではグループリーグ初戦の PSV やイントホーフェン戦でチームの4点目となるゴールを挙げている。2004年に移籍したオグック・ニースではフレデリック・アントネッチ監督の下トップ下でプレーするなどプレーの幅を広げ 自己最高の10得点を記録。2005年度のオセアニア年間最優秀選手賞を獲得した。2007年の FC ロリアン移籍直後はゴールを量産し、一時期は得点を争いでトップに立った。しかし次第に得点ペースが落ち、さらに怪我で長期離脱を余儀なくされた。2010年、契約切れを機に AS ナンシーに移籍したが、その後 AS モナコ。 ギリシャのパントラキコス FCA1 シーズンごとにレンタル放出されている。2013年10月、ユース時代を過ごしたタヒチの a s ピレーにアマチュア選手として移籍した。長らくフランス代表入りを目指してきたが、21歳以下の代表に選出されたのみで A 代表でプレーすることは叶なわなかった。2012年、出生地であるタヒチが、 ブラジルで開催される FIFA コンフェデレーションズカップ2013の出場権を獲得したことで同代表チーム入りを決断。本大会登録メンバーに選出されると国際大会への経験が乏しいチームを懸引する唯一のプロ選手として注目を集めた。2013年6月17日、コンフェデレーションズカップ初戦のナイジェリア戦でついにタヒチ代表デビューを飾った。 試合には1から6で敗れたものの、コーナーキックから、タヒチのフィファ主催大会初ゴールをアシストするなど、随所で活躍を見せた。大会終了後に、プロのキャリアから引退することを表明。前述の通りアマチュア選手としてプレーする傍ら、新たに、タヒチサッカー連盟のテクニカルディレクターに就任することとなった。ありがとうございます。